33歳差カップルとして YouTube で自然体な姿を発信している菜々子さん57歳と歩さん24歳の33歳差カップル菜々子チャンネル出会った当初は周りの目が気になり歩さんにアプローチされても自分の心にストッパーをかけていたという菜々子さん葛藤する心境を語った第1弾インタビューでは大きな反響があったが そんな二人がなぜ広く世間一般へ発信する気持ちへと変化したのか。話を聞いた。ビフォーアフター、配信当初、現在アンチコメント多くても、33歳差の二人に大きな変化。先にいなくなる自分、彼に思い出を残したい。発信することで励まし合い2023年11月から、YouTube での動画配信をスタートさせた、33歳差カップル、7個、チャンネル。 遠距離恋愛中の七子さん、57歳、と歩夢さん、24歳、のデートの様子や、視聴者の質問を元に語り合う動画は、ほっこりして癒される、同じようなカップルさんを拝見すると嬉しい。七子さんのように私も目いっぱい今を楽しみますと、多くの人を勇気づけているようだ。現在交際一年強ですが、知り合って3ヶ月後から YouTube を始められました。なぜ、 配信しようと思ったのですか ?7 個、YouTube を始める前、インスタグラムに彼とのデートの様子などを上げていたのですが、きっかけは彼に思い出を残したいという考えでした。人間の寿命が同じだとすると、随分先に私の方がいなくなってしまいます。彼は、心に記憶するからいい、と言っていましたが、写真や動画を見れば、より細かい部分まで鮮明に思い出して、 当時の気持ちに戻れますから。出会った当初は、歩さんからアプローチを受けても、七子さんは、周りの目が気になって自分の心にストッパーをかけていたとのこと。でも、配信するとなると世間一般の目にさらされることになる。それはとても勇気のいることだったと思うのですが、七子、それも、むしろ配信する理由の一つでした。 最初にインスタグラムを始めたのは彼に惹かれつつも不安や迷いで踏み出せないでいた時に同じような境遇の方を頼りたいと考えたから。実際、インスタグラムを通じて多くの年上彼女さんと繋がれてみんな同じような悩みを抱えていることがわかり、時に励まし合いながら自分の気持ちに正直に強く前に進んでいくことができました。その状況がなかったら私は彼とのお付き合いをただモラルで捉え、 関係を終わりにしていいたと思いますそうだったんですね。ななこ、そういう経験があったので、私と同じような悩みを抱える人たちの力になれたらという思いで、YouTube を始めました。また、私たちの姿を見てもらうことで、世間の人の理解が深まる、ほんの少しのきっかけになれたらと考えました。